堀田正友堀田正智は、江戸時代後期の大名、明治期の伯爵。下宇佐国桜藩六代藩主。官位は、十五位下、相模神。正都系堀田家十代。五代藩主で幕末の老中、堀田正都の四、男として誕生。安政六年、父が、井伊直介との清掃に敗れて失脚したため家督を譲られて、藩主となった。 幕府に対する忠誠心は、父譲りなのか、慶応四年のとば、伏見の戦い後、徳川義信に対して朝廷から討伐令が下ると、上落して、義信の除名と、徳川宗家の存続を嘆願したが、新政府から拒絶されただけでなく、京都に軟禁状態にされた。このため、藩主不在となった、桜藩は危機を迎えたが、 過労の平野縫ヌ殿が新政府軍に組みして、大滝藩に出兵したため、なんとか外役は免れた。明治維新後は、治藩事となった。廃藩治験後は、東京に移住し、日本の文化活動推進に貢献した。明治17年に白爵に除される。明治23年、桜に戻って、私立の農事試験場設立や桜、中学校維持発展に寄与するなど、 地域の発展に尽力した。1911年に死去、去年61、はじめ母里藩主、松平直屋の四男、正武を養子としていたが離縁し、婿養子の正常が家督を継いだ。墓所は、桜市新町の安城山付近院神大寺で、正俊、正俊の墓と共に並ぶ。桜城は1873年に第一。 軍艦東京鎮大桜文館となり、正友は1889年に桜城跡の東方、鹿島大地の沿辺部に本邸を新築し、翌年夏より移り住んだ。敷地内には、母屋、茶室、蔵などの建物群と、それらを囲むように、約2400平方メートルの借景式の和洋、折中庭園が、当時の有名庭師、賃玉園の伊藤彦江門によって造園された。 1907年には、四族受産事業の一環として、庭の一部に農事試験書を作り、農業の振興に尽力した。1911年には、養子の堀田正常が、北海道し幌にて、農地開拓を行って、桜農場を開設し、北海道し幌町には、桜という地区が今も残る。また、明治一新前に、正友が住んでいた。 江戸の大名屋敷は1871年に開拓使用地となり渋谷村民有地3万坪と合わせて農業試験場第3貫園となり1876年にはその一部に牧場が作られ麻布の開拓使牧場と呼ばれたありがとうございます